韓流四天王、韓国の人気俳優さん4人をまとめて呼んだ総称のことを示し、日本の出版社が四天王として取り上げたことがきっかけとしてできた言葉です。長く続く韓流ブームの中で、現在でも多くの俳優さんが活躍されていますが、今回はその中でも特に人気の高い俳優さんたちを新韓流四天王候補としてスポットを当て、ご紹介したいと思います。今回ご紹介する俳優さんはこの俳優さんです。ボーイズグループアストロのメンバーとして2016年にデビューし、ドラマや映画などで俳優としても活躍されているチャグヌさん。素晴らしい容姿を持ち合わせる中、特に整ったその顔立ちは整形外科医も認めるほどの黄金比と言われており、海外でロケをすれば現地の外国人に囲まれたり、同業アイドルからもあまりの美しさで騒がれるといった数々の伝説を持ち、顔天才の異名を持っています。アイドルが本業ですが、まさに漫画から飛び出してきたような美男子のそのビジュアルを生かし、2018年のドラマ私の ID はカンナム美人では完全無欠のイケメンを、2019年には新米士官クヘリョンで王子役を演じるなど、数々の作品を盛り上げヒットへと導きました。2020年には日本でも人気のウェブ漫画女神降臨がドラマ化され、完璧美男子イスホ役を演じ、放送日にはツイッターでもトレンドに上がるなど、素敵な話題の尽きないウヌさん。そこで今回はそんなウヌさんが出演し視聴者を魅了した胸キュンドラマトップ3をご紹介したいと思います。まずは第3位、美容整形で美しさを手に入れた主人公の人生改造ストーリーを描いた成長ラブコメディ、私の ID はカンナム美人。韓国の大学生たちの今をスタイリッシュに描く本作の中で、誰もが振り返る完璧な顔を持つギョンソク役を演じたウヌさんが、ヒロインを守り抜く姿が素敵すぎると話題になりました。コンプレックスを解消し新しい人生を送り始めていたヒロインが受ける様々な嫌がらせや恋のライバルに立ちはだかり、クールに彼女を包み込む様は胸キュン必至。そんなこんなイケメンと大学で出会ってしまったらどうしようと考えてしまうほど、最後までドキドキさせてくれるウヌさんの魅力が詰まった本作が第3位でした。続いて第2位、朝鮮で初めての女性士官となったヒロインが繰り広げるフィクション時代劇新米士官クヘリョン。ウヌさんの時代劇初挑戦作としても話題となった本作の中で、王位継承序列2位の王子で父親である王に宮殿に閉じ込められ孤独に生きてきた純粋な青年リム役を演じたウヌさんの儚げな雰囲気がとにかく美しいと注目されました。そんな境遇から恋愛経験がないウヌさんが、恋愛に興味がないヒロインと出会い少しずつ男らしくなっていく姿は最後まで目が離せないと話題に。陰謀や身分違いの恋といった定番要素もありつつ、甘酸っぱい恋愛模様と胸キュン、そして素敵な韓服姿で作品を盛り上げてくれた美しいウヌさんが見られる本作が第2位でした。そして第1位、メイクで変身した女神をイケメンたちが奪い合うドキドキラブコメディ女神降臨。人気のウェブ漫画が実写化されることでも話題となった本作の中で、スポーツ万能で学年トップの秀才でありながら心に深い傷を負っているスホ役を演じたウヌさんが、ヒロインに思いを寄せプライドを捨てて愛情表現をする姿に胸キュンが止まらないと注目されました。本当の容姿を隠すヒロインをサポートし、ピンチには駆けつけるというイケメンぶりももちろんですが、他のイケメンとの三角関係で嫉妬する姿やヒロインを取り合う姿も胸キュン必至。原作を知っている人からは、もともとウヌさんがモデルに漫画が作られたのではと噂されるほどハマり役なウヌさんが見られる本作が第1位でした。いかがでしたでしょうか。今回は新韓流四天王候補として呼び声の高いチャウヌさんをご紹介しました。まだまだ候補として人気の高い俳優さんがたくさんいますので、続けてご紹介していきたいと思います。それから
この動画が良いと思った方は、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の後、ベルのマークの通知をオンにしていただければ、最新の動画も見れますので、そちらもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。